フレキシブルプリント基板は、プリント基板の一種。柔軟性があり、弱い力で繰り返し変形させることが可能であり、変形した場合にもその電気的特性を維持する、特性を持つ。電子機器業界では略して、フレキと呼ぶこともあるが、これは、住友電気工業の登録商標である。フレキシブルケーブルは、柔軟性があり大きく変形させることが可能な、配線。 フレキシブルエレクトロニクスは変形可能な電子部品に関する技術の総称。フレキシブルフラットケーブルなども含まれる。イメージオブミラコフレキシブルプリンテッドサーキッズプライヤー2でパナリゼーション。一般的なフレキシブル基板の構造、性質及び材質は以下の通り。メンブレン配線板はキーボードや電卓、液晶の配線、小基板の接続などに使われている。 蒸気道箔を配線材としたフレキシブル配線板より機械的強度や耐摩耗性は劣るが構成、製造が比較的容易である。接続にはハンダ付けが行えないため接触接続または導電性ペースと導電ゴムなどにより接続される。可動部配線の例立体配線の例変形可能な配線部品としてフラットケーブルが古くから使われてきたが 特に小型軽量化が望まれる宇宙開発や航空機などにおいては1960年代からフレキシブルケーブルが使われ始めた。1966年フレキシブルケーブルに適する素材ポリイミドがデュポンによって開発され広く利用されるようになった。日本国内では1969年に住友電工と日本メクトロンが米国から fpc 技術を導入し事業化を開始した。一般的な製品としては、1972年に発売された、シ手カ製一眼レフカメラエレクトロアックスの内部配線や、1975年に発売された、シャープ製コンパクト型電卓 L-8009 の超図外部に採用された例がある。現在では、スマートフォンウェアラブルコンピュータなど、 様々な携帯機器で使用されている。FPC に関する標準規格は IPC、JP IP か c a p y a などがある。ありがとうございます。